どうも、上白整体の中川です。今回はですね、肩甲骨をがっつりとロックしてしまう5つの筋肉について、じっくりと静的ストレッチで伸ばしていきましょう。動画を見ながらできるので、ぜひ一緒にチャレンジしてみてください。はい、じゃあまずは肩甲骨と背骨の間の筋肉を伸ばしていきます。右手を前に出してもらって、そのまま左手でグッとロックしてもらいます。そして肩を前に突き出すような感じで、グーとストレッチをかけていきましょう。まず30秒やってみましょう。はい、ぐーっと伸ばしていきます。この時に力が入りすぎてダメなので、ここの力はしっかりと脱力していってください。もしいける方は、このまま左側にぐっとやって背中を丸めて、でさらに斜め下にぐーっと肩を入れ込んでもらうと、より伸びる感じがあると思います。このまま頑張ってみましょう。はい、じゃあ反対いきます。左手を前にしてもらって、また右手でロックします。肩を突き出すような感じでぐーっといきます。はい、じゃあまた30秒いきます。ぐーっといきます。いける方は、背中を丸めて、左斜め下に腕を、肩をこう突き出すような感じで、体ごとストレッチをかけていきましょう。肩甲骨と背骨の間にいる菱形筋という筋肉、そして肩の後ろの三角筋、後部繊維というところを伸ばしています。デスクワークとかしている方は、この辺りがすごく弱くなるので、しっかりと伸ばしていきましょう。はい、じゃあ次は肩甲骨と首をつなぐ肩甲挙筋を伸ばしていきます。はい、右手を腰の後ろにやってもらって、反対の手で、頭を左斜め下にぐっと曲げてもらいます。この時に首の後ろがしっかりと伸びてたら成功です。体はまっすぐ、丸めずに首だけ下に行きましょう。はい、このまま、30秒いってみます。はい、首の後ろをぐーっと伸ばしていきます。もしいけるなら、この右手の方の肘を下の方にぐっと押さえつけてもらうと、よりここが伸びてくるかと思います。そのままもう一回首をぐーっと伸ばしてもらうと、ここの肩甲挙筋の部分が伸びてくるかと思います。じっくりと脱力していきましょう。はい、じゃあ反対いきます。左手を腰の後ろにしてもらって、肘を軽く下げるポジション、そして右手で頭を軽く添えてもらって首を曲げます。もし曲げて首が痛い方は、あまり無理せずにある程度伸びるとこまでで大丈夫です。まあ、ストレッチはそもそも 100% 伸ばすんじゃなくて、まあ、7、8割ぐらい長さが出て、その位置で力を抜いてもらったら大丈夫ですので、あまり無理せずにやっていきましょう。伸びてる感じを感じてもらって、ぐーっといきます。はい。じゃあ次は脇の下と、この横腹の筋肉を伸ばしていきます。はい、このままぐーっと、手を伸ばしてもらって、手のひらは上に。はい、で、左手で右手を掴んでもらって、体ごとぐーっとと伸ばしていきます。これも30秒いってみましょう。はい、もし可能な方は、この腕だけじゃなくて体ごとぐーっと伸ばしていきます。そうするとより脇の下と横腹にストレッチがかかるかと思います。これもしんどい方はあまり無理せずに、体はまっすぐで肩だけぐっとやってもらっても大丈夫です。はい、じゃあ反対いきます。左手を手のひら上に向けてもらって、右手で手首を持ちます。そのまま体ごとぐーっといきましょう。はい、脇の下と、横腹が伸びています。ここの筋肉は広背筋と前鋸筋という筋肉になりまして、これも肩甲骨を動かすのを邪魔してしまうんですね、硬くなると。はい、ここをしっかり長さを出していってあげると肩甲骨が剥がれていきます。
はい、次は胸の筋肉を伸ばしていきます。こんな感じで正座から、後ろに手をついてください。つま先は、真後ろに向くように手をつきます。もししんどい方はちょっとワイドに、はい、広げてもらっても大丈夫です。いける方は、狭めていきましょう。はい、このまんま、胸をこう突き出して、肩の前の筋肉を伸ばしていきます。このままぐーっと胸を天井に向かって突き出していくと、ここの大胸筋という部分が伸びてきます。この筋肉もデスクワークとかで肩をこう手を前にしていると硬くなっていく筋肉なので、ここをしっかりとぐーっと伸ばしていきます。巻き肩にも効果がある筋肉になります。はい、OK です。はい、じゃあ今度は手のひらを外側に向けて、こういう感じですね。はい、こうやってついてもらって、このまんま、肘を軽くだけ曲げてもらって、肩を耳の方に近づけていきます。はい、この時に力はしっかりと抜いて、重力に任せて体が沈んでいった結果、肩が上がっていくような感じにしてください。はい、このまままた30秒いきましょう。はい、ではいきます。ぐーっと体を沈めてきた結果、肩が突き上がるような、肩甲骨から上に突き上がるような感じになります。ここは肩甲骨を下にぐっとやるような筋肉を伸ばしていきます。結構これは僕はね、気持ちいいんですけど、皆様どうでしょうか。ちょっとこの腕に力が入っていると、ストレッチが効かないので、ほんまに脱力、ぐーっとして、もたれかかるような感じでいってください。はい、OK です。では最後、深呼吸をしてみましょう。手をぐーっと上にやりつつ、外から開いて、ふー、吸って、ふー、はい、吸って、ふー、という感じでお疲れ様でした、はい、5つの筋肉しっかり伸びたでしょうか、はい、まあ、動画を見ながら一緒にやってもらえればと思いますので、ぜひですね、毎日の習慣にしてもらえればと思います。肩周りがなんとなく伸びて血が巡っているような感じがあれば大丈夫です。またご感想とかご意見とかあったら、下の方のコメント欄に書いてもらえると、非常に嬉しいです。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。